おはようございます。釣り子 TV です。本日1月12日ついにシマノのね最新タックルの情報が公開されるっていうことで、まあ、早速ねこの楽しみですよね。シマノのホームページを開いてみたいと思います。ずっとね秘密のベールに覆われていたとこですかね。ポチッとなっ、おー来ました。なんかねやっぱりこのシマノのちょっと青を基調としたね綺麗なこういうねあのカタログの表紙になるところを見るとね、あ気分が上がりますよね。いつ撮ってるんだろうなっていう。じゃあ早速ちょっと下の方に行ってみると、あねちょっと元旦に地震がありましたからね、ちょっとね早く良くなるといいなという。はい、そして来ました、2024年の最新のタックルが、これね秘密のベールに隠れていたところですけども、ついにこれツインパワーかな。いやサオも何かこのね出てますけど、これジャッカルシマノの最新のタックルなのかな。早速開いてみたいと思います。詳しくはこちらポチッ。さあ、あ、YouTube もいろいろ、あ、来た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 。さあ、来ました。ニューツインパワー。カルカッタコンクエストシャローエディション。ニューメタニウム DC。ニューオシアジガー LD。ねえ、なんかいろいろ、ああ、総選挙とかね、なんか、ああ、いろんなページが出てますけども、気になるところどんどん見ていきたいと思います。これ横にクリックすると、ニューバルケタプレミアム、ニューポイズンアドレナ、ニューインステージロッド、なんだろう、セフィアクリンチシャロー 3.55、 あー、じゃあ早速ですね、気になっていたニューツインパワー開いてますかね。きたー、黒を基調としたデザインですね。何やら何やら。そして下に行くと、お早速値段が、ニューツインパワーは5万3500円から5万6000円ですよというところと、発売月は未定です。発売月が決定いたしましたら告知します。まだいつ頃ねデリバリーするかっていうのは、これからっていう感じなんですね。質実合見ということで、ちょっとここもっと見てってみますか。はい、スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー、初代モデルから現モデルまで一貫した、加速をせず実調における耐久性、機能的であることを追い求めてきました。この普遍のコンセプトがフィールドに足しげく通うコアなアングラーに安心感を与えてくれるとともに、ツインパワーはアングラーと強固につながり、その一部となって体験を心に刻んでいきます。ツインパワーはステラに搭載されている最先端の技術、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、インフィニティループ、デュラクロス、アンチツイストフィンを搭載。細部に至るまで機能性を追求し、実直なまでにアングラーへ寄り添う存在になります。いやー、結構ね、ステラが発表されて、そこで搭載されて評判の良かったものは全て搭載してくるよって。それをまあ大体、5万3500円から5万6000円で体験できるよということでいいんでしょうか。これ横にポチッとなってすると、あー、かっこいいですね。かっこいいですね。うわー、なんかお尻周りも締まった印象で。あ、これね、トラブルの防止に、役立つですね。アンチツイストフィンじゃないでしょうか。ハンドル周りもまあ、カチッとしたデザインですよね。ハンドルも、その、番手によってチョイスできるよってことでしょうか。じゃあ下の方見ていくと、こんな感じなんですね。スペック表。C2000S からアギア比 5.1 ね。で、自重が 175g から、大きめのところ 3000mhg とかになると 235g。ここ
ここでやっぱツインパワーの特徴ですよね。めちゃくちゃその軽い方に振っているわけではないよ、丈夫な方に振っているよっていうのが重さからも感じれるんですけども、ただ C2500SXG とかね、ここら辺 180g なんで、ブラックバスで使うのだとここら辺だけど 180g 台だから、かなりツインパワーにしては軽くなっているなみたいな印象なんですけど、いかがでしょうか。これを横に行くと、あ、これね、シマノのホームページって気になる人はここに詳細な、まあ、これぐらいの糸巻き量だよとかね、最大巻き上げ長とかですね、ハンドルの長さであるとか、ベアリングの数とかね、あとはどういったカスタムパーツに対応してるかとかね、ここをいじるとこうやって見ることができるので、まあ、ツインパワーっていうとな、この C3000MHG とか、C3000XG ね、Cバスで使う番手とかすごい気になりますけどね。ただここら辺のブラックバスに使いやすそうな番手も非常に気になりますね。それではね、ちょっと上の方からこう見ていきたいと思いますけども、シマノインストラクターによる、シマノナイトライブを配信します。まあ、ここで実際にこのテストに携わった、インストラクターの方たちの使い心地みたいなね、そういったところが見れるようになるよっていうところで、あ、結構ね、ツインパワーといえばこの手のね、大物と戦うなんて印象ありますけど、うわ、かっこいい写真いっぱい撮ってますね。うわ、イカチーのサワラも釣れてる。いいね。答えはない。これまでも。これからも。かっけえな。釣りは、自分が立てた仮説の答え合わせ、フィールドに何度も足を運んでしまうのは釣れたとしても、本当にその仮説が合っていたか、それが答えだったかわからないから、なぜならば相手は自然ゆえに釣りの答えはない。これまでもそしてこれからもということですね。シマノは37年にわたって質実剛健のコンセプトのもとツインパワーを磨き上げてきた。常にスピニングリールのテクノロジーを進化させながら、ツインパワーは真の質実剛健の答えを追求し続けるだろう。剛の追求に終わりはない。これまでもこれからも、ここら辺がねコンセプトで、このコンセプトムービーね、ちょっとまだ見てないんですけど、ぜひね、皆さんシマノのホームページから行けるんで、ここはポチッとなしてもらって、でキーフューチャーね、ここでどんな機構が搭載されたのかが徹底的に書いてあるのかな。徹底的に鍛え上げられた信頼のモデル、初代ツインパワーは当時シマノの最上級グレードのスピニングリールとして第一歩を踏み出しました。その根底にあったのは質実剛健、職人気質である開発人の幾重にもよる実証テストの産物でした。初代以降ツインパワーは最先端の素材や機構をいち早く取り入れ、コンセプトに即したカラーリングやデザインによって安心感と高揚感が共存する新鮮な佇まいでアングラーを魅了しました。現在のツインパワーはシマノスピニングリールの礎を築いてきたコアソリッドシリーズの中核モデルである。質実剛健という思いはブレることなく現在も継承されていますね。うわー、ここら辺はね熟読してもらいたいですね。とにかくタフネスみたいな感じのツインパワーですから、ローターに金属をまとう選ばれしモデルっていうことでね、金属製ローターを使いつつも軽さもね結構ね表現できてるんじゃないかなっていう感じで、15ツインパワー実製ローターになったりしたんだけども、金属製ローターを採用してよりこうたまらないようなねカチッとした使い心地に、剛性をとにかく上げてきたよっていう感じなんですかね。あ、ここに書いてありますね。樹脂で、やった場合、 CI4 プラスでやった場合、アルミニウムで仕上げた場合のここら辺にこのねカチッとしてるよっていうのがね分かりやすい図が載っておりまして、まあその時代その時代でねこれだよって言われたのをね使い続けてますからね。今回のはもうとにかくタフで質実剛健なカチッとしたツインパワーになっているんじゃないかな。うわーね、これもうほんとホームページ見ると気になっちゃいますよね。
はい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 。そんな感じのツインパワーね。うわートラブルが少なくなってんだなっていうのがね。はい、それではねちょっと戻りまして、これ気になってたんですよね。カルカッタコンクエストシャローエディションね。カルコン系はね好きなんで、この黒いボディでカチッとした感じですけど、これ開いてみますか。うわかっこいい、カルカッタコンクエストシャローエディション、うわー来ましたね。これ結構前に情報公開されてましたよね。で具体的な値段とかね、どんな仕様なのかがいよいよ本日公開されたっていうことで、カルカッタコンクエストシャローエディション59,600円税別ということでですね、30HG は、2024年1月発…もう出るみたいですね。へえ、1月って言ったらもうあとちょっとしかないから、31HG 左巻きですよねは、発売月は未定です。左巻き早く出てくんないかなって思いますけど、これはこれはちょっと見ていきますね。質実剛健に狙い撃つ、質実剛健な魅力から支持を集め続けているカルカッタコンクエスト。カルカッタコンクエストシャローエディションはナイロン8ポンドが 100m キャパシティ、33で 19mm MGL スプール3のシャロースプールを搭載。新たに搭載されたスプールは SVS インフィニティとの相性に優れ、特に軽量ルアーでピンポイントを打ち抜く際のフィーリングはカルカッタコンクエストの質感の高さをさらに引き出します。インフィニティドライブとマイクロモジュールギア搭載による圧倒的な巻き上げ性能はもちろん健在、テクニカルなバスフィッシングゲームを極める釣り人に送る一台ですね。今年はもう質実剛健っていうのがシマノのテーマなんですかね。カチッとした質実剛健ね、カチッとしたモデルが多いよって感じなんでしょうか。ちょっとここね写真見ていきますか。あ、かっけえなね。あー、サイドプレートもシビい感じですね。早く釣りフェスティバルでこれ触ってみたいなね。全体にこのちょっとシックな、ね、ツインパワーにしてもカルカッタにしてもこのちょっと黒っぽい色にね振ってるんですね。うわー、これいくら見てても飽きないですね。はい、下行きます。コンセプトムービーね、これねシマノのホームページから行けるんでポチッとなした。あー、いいですね。田辺のりおさんががっつり解説してくれるんでしょうか。これすごいね気になりますね。カルカッタコンクエストシャローエディション×田辺のりお、自分を超えていくために、田辺さんがこれ以上自分を超えて果たしてどこに行ってしまうのかっていうね気になります。キーフューチャー見ていきましょう。まあ、ここら辺が一番の目玉というか売りというか、8ポンドが 100m 収納の浅溝 33mm 系の MGL スプール3がさらに低完成回と、そんな風に書いてありますね。この MGL スプール3がね完成して、これがメタニウムとかに搭載されて、自分もねあのメタニウム使ってますけど、まあとにかくトラブらないね使いやすいスプールですが、それが各ねいろんな機種に低完成化されて搭載されて、で今回カルカッタコンクエストにはこの8ポンド 100m っていう、まあ関東の釣りでいうとなんかドンピシャな感じのね糸の容量だと思いますけども、これが搭載されたカルカッタコンクエストが出たよっていうね、こういうことなんだと思うんですけども、っていうことはまあ10ポンドとかね、70-80m とか入れてとかね、そんな使い方もね使いやすそうですよね。で丸型リールがやっぱどうしても好きっていう人にはたまらない仕様なんではないでしょうか。ちょっと下に行きますね。
耐久性を損なうことなく、定感性化を実現する MGL スプール3を搭載して、33mm径、浅溝に設計されたスプールにはナイロンの8ポンドが 100m を収納して遠心ブレーキ SVS インフィニティと、高相性を発揮、必要十分な、ラインキャパシティは、回転性能をさらに底上げして軽量ルアーをスムーズに送り出し軽快なキャストフィールを実現します。リザーバーやシャロー、フラット、レイクなど近距離キャストを繰り返す新年はその優れたスプールレスポンスが質の高いゲームへとつなげます。亀山ダムですね、これ大好き亀山ダム。あーで田辺プロがこうテストにテストを繰り返して組み上げてたんですね。うわー、このパッと見てもなんか黒いボディがこの写真のサイズで見てもひときわなんか目立ちますね。これは釣り場で使ってたらもう目立つこと間違いなしなんじゃないでしょうか。そしてインフィニティドライブマイクロモジュールギアでパワフルな巻き上げを実現っていうことですね。駆動部の、中核には軽かったコンクエストシリーズで磨き上げてきたパワーユニットインフィニティドライブが軽やかな巻き上げを実現。超高強度真鍮を素材とする高精度マイクロモジュールギアとの相乗効果で圧倒的な巻き上げ性能を発揮します。ロープロ型のメタニウムシャローエディションとともに浅場を手返しよく打つ至近距離ゲームを貫通すべくもう一つのシャローエディションがここに完成しました。ここら辺なんですかね、コンセプトが。そのメタニウムのシャローエディションっていうのは一つの、まあ、完成形であって、でロープロですごい握り込みやすくてね、あれはもう展開しているよっていうところで、今年のシマノは丸型リール大好きな皆さんお待たせしましたというような感じなんではないでしょうか。自分もねカルコンシリーズは大好きでね、タイミングタイミングでね導入してるんでね、今だとカルカッターコンクエスト BFS ですね、あれ結構前のリールにもうなっちゃいますけど、あれ買ってね未だにやっぱ使いやすくてずっと使い続けてますからね。なんかなんていうんですかね、まあメタニウムとかああいうロープロの動き形は大好きで、で SLX とかね最近は好きで使ってますけども、丸型でキュッとしたね、自分手小さい族なんで、この軽かったの小さなねこの握り込みやすいボディにっていうのはまあまあ気になりますね。まあ黒なところずりーよなってかっけーよなっていうね、軽いルアーを投げた時の立ち上がりが断然早いですね。田辺さん語ってますね、ここら辺にこの田辺さんの使った時のフィーリングがいっぱい掲載されているので、これぜひね見てもらいたいんですけども、下の方にあーすごい伊藤匠プロが出てきました。あーじゃあアメリカのトーナメントシーンとかでも結構いつの間にかこうテストが繰り返されてっていうことだったんですね。まあ、テクノロジーはね、まあ、ここら辺の価格の、リール高も多分全部ね搭載されてるんじゃないかなと思うんですけども、ここら辺もね、海水も OK なんですね。あラインナップ30HG と 31HG っていうね風に書いてありますね。こんな感じで、あ自重はね 220g、 まあ軽かったのコンセプトですよね。BFS とかねそういうのが出ても決してあんまり別に軽量化に振ってこないですよね。うん、カチッとした、まあ、この 220g 台のリールをどっしりと乗っけて手元重心で、キャストをコントロールしたいよなんていう人もこっちを選ぶようになるんじゃないかなということで、まあ 30HG と 31HG が出るんで、もう XG 欲しいよなっていうね、 HG かっていうねところはあるんで、どうでしょうか。自分なんかだとこれ多分来年とかには 30XG、31XG なんての出そうだからちょっと待ってみようかなとかね。もう普通に巻物で使う人とかはこのね、どうでしょうか、スペックで今年もう1月から行っちゃうんでしょうか、どうでしょうか。
俺は左巻きの XG が出るまでちょっと待っちゃおうかなとか思っちゃいますけどね、やっぱねこういろいろありますからね、本当選択肢が増えましたね。 DC 機構が乗っていたり、去年はこのそう MD ね、モンスタードライブが乗ったモデルとかね、これね会社のね人がね使ってたんですけど、カルカッタコンクエストのね MD ね、あの C バスのこの白パターンの時、とんでもないね、飛距離飛ばして、そんでなんかすごい使いやすそうだったんでね、すげえ気になったんですけど、まあ、こんなのがあったりとか、ね、BFS もそっか、俺が使ってたのよりもね新しい型がね出てるんですもんね。DC は未だに使ってますよ、この前もね投げてきました。はい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 、そんな感じでね、カルカッタの新しいスペックも、ホームページ開くとねバチッと載ってますんでね。そしてじゃあちょっと戻ってみて、これ全然気づいてなかったな、ニューメタニウムの DC、 これも全部この色なんですね。ね、これ超かっこよくないですか。ちょっと開いてみますね。うおー、メタニウム DC、 これかっちょいいな。ニューメタニウム DC、62,000円の税別、まあ、これもね発売月は未定なんですね。発売する月が決定したら告知しますってことで、ここら辺の色に今年のシマノのね肝があるんですかね。漆黒のネオバーサタイルって書いてありますよ。あ、もう前作から9年も経ってるんですね。メタニウム DC がネオバーサタイル機として生まれ変わります。低完成の MGL スプール3は立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良く、バーサタイル性に優れている、34-19mm の、採用。ブレーキはスプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整する DC ブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるニューファームウェアを採用。低振動化を図る S3D スプール、サイレントチューンによりキャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアを X チップで、強固に支持、さらにコアソリッドボディによる高剛性化と、自重の、軽量化を両立しました。質感高く深みある、黒基調に仕上げた外観をフィールドで、映え、ね、所有感を、高揚させますということで、これ全部なんか映えそうですね。黒っぽいね、竿にバンタムとかに合わせたらなんか全部かっこよさそうですね。軽くなっちゃったりしてるのかな。あ、これもねコンセプトムービー、あ、伊藤匠プロによる解説のムービーがありますんでね、これシマノのホームページからすぐ入っていけるんで、すぐチェックですね。で、キーフューチャーとしては、こちらも低完成の MGL スプール3を、採用して、そんで、DC が乗っていて、すごい細かくコントロールされた使い心地が体験できるよっていうことですね。インテリジェント DC ニュー IDC5 が、搭載されている、まあ最新の DC 機構が体験できるメタニウムだよっていうことです。これは間違いないよな。あ、従来の DC ブレーキ精度比較イメージ図って、従来の DC で十分制御してくれてますからね。まあ、去年はね、あのダイワからもついにねコンピューターブレーキのね、リールが登場しましたから、そこはね、シマノね先にコンピューターブレーキやってるよっていうねところをね、こう意地を見せてくるんじゃないかなと。この後まあなんていうんですかね、コンピューターブレーキ合戦にねなっていってほしいなって、ダイワ対シマノでね、ここは戦い続けてどんどんねすげえことになっていってほしいなって思いますんで、シマノこれ多分当社非だと思うんですけども、こんだけ従来の DC ブレーキから24メタニウム DC は精度が上がってるよっていうね使いできて、もうここら辺はもう実際投げてみてって感じですけど、従来の DC でねは聞かねえなぁなんて思ったこと一度もないんで、まあここら辺はもう間違いないのかなぁなんていうふうに思いますけど、ここにもコンセプトムービーがありますんで、気になる方はシマノのホームページへゴー、あ、
で、その DC 機構が搭載されていて MGL スプール3でコアソリッドボディのリールが出てきたよっていうことなんですね。このコアソリッドボディはね、そのまあ、メタニウムでもう十分すぎるほどね体験体感させていただいておりますので、ね、それに DC ブレーキの機構が乗っかっちゃったよっていうね、これはもう間違いない勝ちと、まあ、ここにもやっぱ質実合憲っていうね、多分今年のこれがキーフューチャーなんじゃないかなと思うんですけど、まあキャッチフレーズなんじゃないかな、うん、これもカチッとしたねボディに全部封入してきたよっていうね、まあアメリカで戦ってんだから成績出ちゃってんだからっていうね、そういう感じのもうほんと信頼ですね。はいはい、ちょっと戻っちゃいましたけど、はい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 、まあ従来の大体、メインの機構は全部盛りだよっていうね、コアソリッドボディで DC でメタニウムのボディで、あーいいなー、まあ、海でも使えるんだろうし間違いないなー、これ間違いないなー、これもねスリップフェスティバルでね触ってみたいですね。うわー気になりますね。まずはこの2機種が出て、その先にまたね XG とかタイミングで出てくるんでしょうけども、あもう書いてありますね、71XG 気になるなあ。重さはね 175g から 180g ということで、ここら辺もこの分かりやすいね、ホームページ本当見やすいですね、ここら辺いじると自分にお気に入りのスペックをすぐに糸巻き量とかね見れるように分かりやすくねホームページ仕上がっているので、ここでチェックしてっていう感じですかね。いやーメタニウム、メタニウムシャローエディションときて漆黒のボディになってメタニウム DC がやってきたよっていうね、はい、期待裏切らないですね。で新製品一覧のところにこう気になるのがいっぱい載ってまして、今一番メインになりそうなやつは、あスコーピオン MD、 こんな風にスコーピオン MD があるぞ、これ気になってるんですよ。 SLX が新しくなるって、これなんだろう、うわー SLX ね、ちょいちょい進化し続けてますよね。まあ、自分が使うのだとここら辺の SLX 本当ね、お値段帯がありがたいね、これすごい気になるんで、釣りフェスティバル行ったらぜひね黒田プロとかにね、どういう感じなのかね聞いてきたいなと思うんですけども、これもちょっとチェックしておきますね、どんなコンセプトに変わったのかな、ね、テクニカルバーサタイルの水準訂正おすごいなこれ面白いな、ニュー SLX ですね、ただの注意機種ではありません。70キャパ 32mm のケースプールを備え、低弾道で軽量ルアーを打ち込めるその能力は前作の SLX-MGL がクロートにも愛された理由の一つです。ニュー SLX は MGL スプール3によりさらなる低完成化を施し、低弾道性、キャストの安定性に磨きをかけました。ブレーキは無段階調整が可能で、ベストセッティングを決めやすい SVS インフィニティ、さらにクラス初の、サイレントチューンを搭載しキャストフィールの向上もしました。堅牢な鋼ボディに耐久性に優れたカーボンクロスワッシャーも採用、不意に訪れる大型魚との戦いにも抜かりはありませんっていうこと。これ気になる、これ多分これ俺いっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、釣りフェスティバル行ったらねまずこのニュー SLX ねちょっと見に行きたいなと思ってるんで、全部この漆黒ボディがいい感じで搭載されてるんで、でね SLX シリーズの特徴である価格帯もねすごいね抑えられた、で MGL スプール3が搭載されていて、軽量から中量級を自在に飛ばせるってねほんと使いやすいんですよね。
ここら辺のね、気候のところはね、もう今日からシマノのホームページ、あ、黒田プロいた、これ聞きたいですね。どういう感じなのか、どんなとこにドンピシャなのか。もう価格だよなと、この価格にもう上位機種のほとんどこれ乗っけてほしいっていうの大体全部盛りで来ちゃうか。まあそこら辺、あーいいですね。もう最初から XG までしっかりと書いてあって、重さはまあ 190g から 195g だよっていう感じですかね。そんな感じですかね。リールのところで気になるのは、皆さんどうでしょうか。その他にも新しい、リールとかいっぱいね乗っかってますので、今ねちょっと気になってるリールのところねガンガンに見ていきましたけども、とにかくシマノのホームページがもう新しい情報全部出してますんでね、釣りフェスティバルね、リアルショー開催されて2年目ですか。やっぱね釣りフェスティバルとかでねこう見に行くとね、その熱さとかがね、伝わってきますので、そんなところもね釣りフェスティバル行く予定なんで、いろいろ聞いてこようと思います。社員インタビューとかね、ここら辺細かく読んでいくと絶対面白いんだろうな。あ、こういうコーナー今までになかったですよね。2000年入社とかね、 HH さんこれねえ、HN さん、あーこういうページもこれは面白そうですね。求人一覧とかもいろいろ載ってますんでね、はい、ワクワク挑戦いいですね。ここのページ超かっこいいですね。これワクワク挑戦夢作り、はい、というわけで、つらつらと見てきましたが、まあ、とにかくね、釣りフェスティバルに向けてシマノのホームページが一気にね新しくバーンとね変わりましたよ、全部見ることできますよという状況になってますので、ぜひねこのパソコンの画面から、あのねさっきねずっと携帯でもねピコピコ見てたんですけど、携帯のところも見やすかったですし、何にしろこのパソコンのねホームページ画面すごい見やすく、最新のやつ全部ね見れるようになってますんで、フィッシングショー行く方はこういうねフィッシングショー情報もドバーっとね出てますんで、見てみてください。どんな物販があるかとかね、どんなイベントがあるとかも全部ね、細かく出て、あ、来場ゲストはすごいっすねやっぱね、あ、細かく載ってる載ってる、すごい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 、こんなね鶴フェスティバルの情報もね、しっかり、あ、タレント福島わからね、福島わからさん見に行くことができますよ。ね、はい、そんな感じでしょうか。あ、もうイベントの時間とかも全部出てますね。何日のどこに行けばお気に入りのプロに会えるよみたいなのも全部載ってますんで、シマノのホームページ行ってみてはいかがでしょうか。あとはね細かく皆さん、ホームページ開いて見てみてくださいということで、ちょっとねつらつらと見ていきましたけども、いよいよね、1月釣りフェスティバル目前に迫ってますので、リアルショーでねリアルにリール触ってもねこんな感じだったよとかね現地からお伝えしていければと思いますので、すいません長くなりました、釣りこう TV でした。またね会おうぜ。